一般的なヌガー様々な種類のヌガーが並ぶ、スタンドヌガーは菓子の一つ。ソフトキャンデーの一種。砂糖と水飴を低温で煮詰め、アーモンドなどのナッツ類やドライフルーツなどを混ぜ、冷やし固めて作る。茶色くて硬く、歯に粘りつくような食感が特徴である。メレンゲを加えて作る、軽い食感の白いヌガーもある。 ヌガーは紀元前に考案されたアラブの菓子ハルバに由来するもので、最初はクルミと蜂蜜によって作られていた。これが中国にはタッテ牛キシリ島と呼ばれる菓子となり、さらにフランスに持ち帰られることで南仏の名産品であり長期保存に耐えるアーモンドを使用する菓子に変わった。17世紀にはメレンゲの使用が一般的になっている。 蜂蜜の含有率が高いヌガーほど元祖に近く、現在でも高級品とされている。イタリアでも作られており、ベネト州のコローニャベネタは、マンドルラートと呼ばれるヌガーの生産で有名である。大森ゆき子、フランスカシズカンお菓子の名前と由来世界文化者、2013年、59ページ。ファケリス、ダナポールズ、マイケル、ノースイーストイタリー、ロンドン、カドガン。 p106-260-isbn1-860118089-4650-3931https コロンスラッシュスラッシュ www.worldca.org t スラッシュ oclc スラッシュ46503931ありがとうございます